洞窟の入り口付近、ナフトニッチは、グアテマラ、ペテン県南東にある地下洞窟で、古代マヤの巡礼地であり、壁画で知られる。ナフトニッチは、ポプトゥンの東南東約1 7トルに位置する。カラコルからは 46km 南にあたる。この地域は、カルスト地形で、洞窟は8 5 0ルの長さがある。形成機構機からすでに使われた形跡があり。 原古天気に最も使用された。その後も古天気後期まで使用された。1979年にもパン族によって洞窟が発見され、ナフトニッチと命名された。1981年にナショナルジオグラフィック協会によって調査され、写真が撮影された。1988年には洞窟にそれまで知られていなかった分岐路があることが発見された。 洞窟は洞窟されていたが、コーパルのための航路、彫刻を施した、翡翠製品、20体の人身獄、貴族のための石造りの墓などの遺物が残されていた。また残された針や、黒曜石の葉から、血を流す祭祀が洞窟内で行われたことがわかる。洞窟には500を超える絵とマヤ文字が書かれている。絵の中には支配者や、初期の姿、球技を描いたもの。 血を流す祭祀を描いたもの、性的な内容のものなどが含まれる。カラコル、カラクムル、ドスピラスの支配者を含め、多数の支配者像がこの地を訪れたことがわかる。マヤ文字の標音的表記から、古典気候期においてこの地域で、床手古語が使われていたことが判明した。なお、壁画は、その後破壊され、現存していない。ありがとうございます。